楽器を手にした小学生から高校生までの子供たちや大学生が、天皇陛下と雅子様を前に緊張した面持ちで集まっていた。5月25日、岡山県を訪問されていた両陛下は、第74回全国植樹祭へのご出席を翌日に控え、岡山県立岡山工業高等学校で、岡山市ジュニアオーケストラの練習を見学された。 その後、子供たちにお声掛けされる雅子さまのご表情には、入噂が浮かびつつも、眼差しにはいつも以上のご決意が宿っているように見えた。岡山市在住の児童、生徒を中心に、オーケストラ活動を行う環境が近隣にない子供たちも参加していて、懸命に取り組む姿に感動されたご様子でした。雅子さまは、経済的な事情や虐待などを受けて困窮する子供の存在に、 希望を与えたいと願われてきました。そうしたお気持ちから様々な支援団体などにご公務のみならず、私的な時間を割いてでも赴かれてきました。しかし、先日子供たちを支援するご活動に関わる施設で、雅子さまが悲しまれる出来事が起きていたのです。宮内庁関係者5月14日警視庁町田署は児童売春。ポルノ禁止法違反の疑いで社会福祉法人。 福音寮、前理事長の飯田正人容疑者、66を逮捕している。実は、福音寮が運営する児童養護施設には、雅子様さまが2002年11月、2006年10月、2016年6月の3回にわたり足を運ばれており、入所する児童たちと交流を重ね、職員たちを励まされてきたのだ。警視庁担当記者は、 飯田容疑者が起こした事件の行きさつについてこう明かす。飯田容疑者は昨年8月から9月にかけて18歳未満と知りながらマッチングアプリで知り合った当時17歳の少女に対し神奈川県内のホテルで2回にわたり合わせて2万5千円を支払う約束をして猥褻な行為に及んだ疑いが持たれています。捜査関係者によれば飯田容疑者は 18歳未満だと聞いていなかった、と容疑を一部否認している一方で、少女は容疑者と会った際に実年齢を伝えていると言い,い、供述が食い違っています。また飯田容疑者は、5月18日付で理事長の職を解かれています。副院寮は戦災孤児の救済を目的に、終戦後間もない1945年に発足。 家族による養育が困難な2歳から18歳までの60人ほどの子供たちが、現在もグループホームなどで別れて生活している。22年前、雅子さまが初めて訪問されたのは、愛子さまが1歳になられる直前だった。